うん、よはい、皆さんこんにちは、初中です。今日はね、1月15日の土曜日です。今週はね、こっちの稲沢の方でもね、雪がね、積もりまして、あとね、オミクロン株、コロナの、それがもう、東京では2000人超えか、そうですね、今サポートで持ってるのが都市会社の方です。今日は、ここ稲沢グランド、さっきも映ったけど、はい、稲沢グランドボールに来てまーす。なんとさっきね、僕ね、あのツイッターでね、一応送ったんですけど、今年はあの毎年あのプロのね、あの試合がここでありまして、ジャパンカップやったじゃない、ジャパンカップやったね、で今年はなんか、ジャパンカップと他にあのベスト上位の試合がここであります。でここのボウリング場はあのレーンの数で世界一のギネスなんですね。そうね。ではちょびっと入ってみますか、トシ君。今日は、なんかあるかな、今日は。はい、はい、これが。じゃあちょっとあのマスクをして、じゃあ中に侵入します。侵入なんかグランドボール。おっとこれできて、まあ、1階はゲーセンになってます。あ、1階ゲーセンだな。これは元 P リーガー、元 P リーガーの宮城プロじゃないですか。そうです。親父が多分確か半井清志プロじゃないですか。あ、親父は半井ね。間違いかもしれませんけど、あのボールを押し出すような横投げの、ね、来るんだ。てか行けるじゃん、金曜日やったら。でも5人以上1日なら5人に参加するわけじゃないからね。でもみんな見たい人多いよ。いや、僕らは体悪くしてるから。ああ、そう。試合には出ないけど、まあどっちにしろあれだね、今年2回もやるで1回は見に来るかな。まあ見たいな。プロテスト見たい。プロテストはね、今プロの試合ね。ジャパンオープンボウリング、はい、ここでやるからね。はい、こんな感じで、よかったら皆さん時間があればね、プロのチャレンジ、まあ、見るだけでも、いいと思いますんで、はい、来週ですね、来週よかったら見に来てください。ということで、一旦ここでトシ君と変わって。音が大きいな。音はでかいよ、これは。ゲーセンだもん。大きい音でチャンネルあるの。はい。音が大きいな。ちょっと外行こうか。いい、ここでいい。あ、ここでいい。ということで、今回は、稲沢グランドコートホールからの中継でした。やっぱり1階はね、あの、ゲーセンがめちゃくちゃうるさいです。ああ、だから大声で喋るといいよ。俺が声がでかいからね。ああ、だからまあ最後にね、初中のチャンネル登録と、評価、グッドお願いします。ではまたお会いしましょう。初中でした。はい、寒いな。